はい山本一郎ですこんにちは皆さんチャンネル登録とコメント欄よろしくお願いしますということでね今日お話をしていきたいなと思ってるのは緊急事態宣言がね出ちゃったねという話ですね えまあ上りまんぼ下りまんぼいろいろこう問題になっていてですねこういろいろ言ってみたけれども結局なかなか人通りが減らなくてえ蓋を開けてみたらそのね変異ウイルスが急増することによってまあこうなってしまうともうなかなか難しいでということでえ緊急事態宣言がどんと出てですねまあ大阪はもう完全に医療崩壊のまあピークに今達したところかなというふうに思っていてまあそこからねこう,うまく下がっていってくれればいいかなと思いつつもですねまあなかなかここら辺週明け水曜木曜ぐらいにならないとどうなるか分からんというところがまあ非常に大きいのかなというふうに思っているので けれどもあのちょっとここら辺やっぱりあの見てるとそのまん防まん延防止重点対策みたいな形でやってきたところはですね、えー、やっぱりそれでもやっぱり人通りがなかなか減らなかった、えー、減らなかったのでそのやっぱり人通りが増えるイコール感染のこう可能性がね高くなってしまうとでそうなってくるとそのまあ今回感染力が強いとされている変異株変異ウイルスがこれだけ出てしまうとですねこれなかなかこうちょっとね、えー、カバーしきれないぐらいにこう感染拡大する危険性もあるしさらにその,その地域だけじゃなくてそこからさらに にこうね、人が移動していって、例えば埼玉、群馬だ、もしくは新潟だっていったところに、どーっと広がっていく可能性はやっぱりこう否定できないので,です、ねまあ、そうなっちゃうとなかなかね、あの後からその緊急事態宣言を全国で出すよりは、先にこう、まあ、感染の母体となっているであろう都市部だったりとか、もしくはその大阪、京都、兵庫あたりの,その感染のこう基,本基軸となりそうなところにこう網をかけていこうというような形は、まあ、やむを得なかったのかなというふうに思うわけですよね。まあ、一方でです、ね、で,ですすねゴーールデンウク直撃よ でその本当こう、観光産業に関してはまあ重大なダメージですねって言ってる場合じゃないぐらいこうついに 2, つの 2, 2回目のシーズンにこう突入したわけですよね。まあ、これも支えていくしかないんだろうけれどもその支え方が難しい。 でに飲食店に関してもそのまたその休業要請会と言っても本当増造が出てるわけですよね。で、その増反が出てるんで、今度ね、えー、まあ小池百合子さんがじゃあ、電気消しちゃいと、8位になったらと、さらにその見回りタイも用意して、空いてるその飲食店は次から次とこう、ね、実名公表でいろいろやっていくぞという話になるとです、ね、これもう本当にこうもう国民の自由の制限ということまでこう踏み込んでくるような話になってくるわけですよ。要は今、できる法律の範囲内で最大限の制限をかけていこう。まあ、ある種の外出機 指令までいけないんだけれども。 それに近しいような措置を、ですねもし取るとそうなればこういうことができるんじゃないかいなアイディアをみんな持ち寄った結果、ですね、まあ、そ,のそれこそね酒は売るなとか、ですね <laughs> 電気消したいとか、ですねそういう話になると、ですね、まあ、ちょっとこう暮らしのクオリティ自体がどばーっと下がるわけですよねで、感染症だからしょうがないじゃないかっていう話はやっぱ一面でありつつも、ですね、まあ、他方でその,、まあそ,のね、そのコロナ、風邪だとかですねそのあの若い人たちは重症化しないのに、え年寄りだけが、ね、脅威になっている、このウイルスをどうしてそんなみんなで、ね、我慢しなきゃいけないのかみたいな、そういう議論ってどうしても出るわけですよ。 でそれはそれでねあの我々がすればナンセンスなんだけどでもそのこ人間の,そのなああいうふプリミティブな感情からするとなんで俺がってなるわけですよね。でまたその,あの、まあ、そ当然ねこう出歩いてその委託されてる方は自分はかからないと思い込んでるわけですよ。 でそのかからないと思い込んでるからこそ,その、なぜ俺の自由を制限するんだって話になるわけで、まあね、なるべく、まあ、家にいた方がいいですよっていうのは、それこそ,その家族を抱えてる人とか、もしくは高齢者を、ねえーまあ、頻繁に訪問する我々のような人間からするとです、ね、まあ、なるべく、ねえー、不要不急の外出はしないっていうコンセンサスがあった方がが、まあ、ありがたいんですけれども、そうじゃない人たちもやっぱり多いんだということは、まあ、今回あの改めてお決まりになったなというふうに思うわけですよで。一方で、で今回の,その変異ウイルスに関してはですね、 えまあ30代、40代の人でその基礎疾患のない方が重症化したというケースがまあ出てるわけですよ。でも、どのぐらいの率になるかって、まだちょっとね、ちゃんと追っかけてなければわかんないんだと思うんですけれども、えー、まあいわゆるその青少年、あのまあ14歳から25、六歳ぐらいまでのところでどのぐらいの危険性あるのかっていうのは、ちょっとまだよくわかんないですけど、おそらくその低くはないんじゃないか、今までのそのウイルスの観点からすると、ややフェーズアップしてるんじゃないか、えー、よりやばくなってるんじゃないかということで、えー、その学校休校にするのかどうかということがまあ議論されましたと。でここにおいて ですね、結構その学校というそのインフラの機能自体はです、ねまあ、ある意味その、特に働く世代に関してはです、ね、子供がそが学校に行ってくれてるから私たち働きに行けるんですみたいな話なるわけですよ、さらにその学校だけのファンクションだけじゃなくてさらに学童までって話になるとです、ねまあ、いろんな意味においてその子供をそを誰かに名付けて働きに行くっていうそのいわゆる活家族的なライフスタイルが定着している状態になるとです、ね、本当にこれでほんあの日本社会を持つんけっていう話があるわけですよね。 で回復は前回も、ね、その学校を休,休校にしたおかげでその給食が食べられない児童が痩せ細ってみたりとか、ですねもしくはそのいつも子どもが家にいるのでその子どもが家にいることによって応対しなければならない母親が仕事に出れないとかですねでさらにはその、勉学がねオンライン授業がもう,うまくその機能しなくてですねどんどん立ち遅れてしまうその小学校、中学校が出てしまったと、まあ、このう辺のことを考えるとですね、まあ、インフラとしての学校みたいなことも見直さなければならないという話なわけですよね。でさらにはその今回そのまあ あこの後の問題として出てくるであろうその通勤電車満員電車のタグですよね。であの今まではその話もしないからマスクしておいてその黙ってこう,、ね、こうやってこうやって乗ってる風にはですね感染しないだろうっていうことで、まあ、ある意味その、まあ、あ不要不急の,その通勤をしないでねというレベルだったんですけどもいろいろ調べていくとですねやっぱりこう通勤電車にうっかり乗った結果その通勤電車でいろんな。 ところにこう人が移動することによってそこでその感染のそのクラスターできちゃうということはまあなんとなく分かってきたと要は通勤しないでもらった方がクラスターが広がなくて済むわけですよ通勤電車で移るわけじゃないんですよねで通勤電車行った先でいろんなことをやらかすのでまあ基本的にそこでこう感染リスクになって面倒、えー、くさいことになるということになるとやっぱり通勤そのものをなるべく減らしてもらえるような社会環境にしましょうよという話どうしてもならざるを得ないわけですよねでそうなってくるとそのどうしても通勤しなければならないエッセンシャルワーカーの方々とで逆にこう通勤しなくてもどういうよう知的性 中心の,子の,の、ね、仕事をやってらっしゃる方々との間でいわゆるその感染リスクっていうのもこう全然違うわけですよね。 要はそのまあお子さんいらっしゃらないで1人でね知的生産やっている例えばプログラムの方がその地方に住んでいらっしゃると、えー、そういう方々がそのまあ、自分の家でずい引きこもっている仕事をされてその所得も下がらないよということであればそれはそれでね感染リスクがものすごく小さくなるし所得に関してもそのインパクトが小さいでそんなに問題ないですねと一方で例えばそのままあ、まあビル工事とかですねもしくはそのもう電力会社のお勤めの方とかです、ね、そういう方は必ずその出勤しなければその仕事にならないんですよ。で出勤をして 仕事にならない人たちがその出勤というそのリスクを負ってその感染症のそのね対策の枠内にどかって入るとやっぱそういう会社に対してですねお前らのその会社はけしからんと出勤さすなと通勤電車毎日どうするのお前あと早く潰れるという話をするんだと思うんですけどもでもやっぱりねこう 現地にだけどうしようもない仕事をやっていらっしゃる方々はですね、まあ、今回のコロナウイルスの感染対策によっては常に弱者であり続けるわけですよね。でそういった人たちがそのより働きやすい環境にするためにはどうすればいいのかという議論は本当はしなければならなかったんですけれどもとにかく今はそのまん延防止対策が難しかったのでそのより強めの発言を使った緊急事態宣言しましょうとガッと上がってですね、まあ、その結果その、まあ、電気は決しては酒け売らないわ。 移動の制限に関してもそのこれからその、まあ、電車に関してはその減便圧力みたいなのがどんどん出てです、ねまあ、いわゆるその社会活動が停止していく状態がそのゴールデンウィークを挟んで発生するわけですよ。でさらにその、ね、このチャンネルでも申しましたそのなんでそのこの期間でやるのかって言ったらその後にバッハ会長が来るから旅立ちちゃって何のために五輪やってんだよみたいなね五輪やるためにみんな国民がその、ね、不利益を被うようなことはやめてほしいっていうのは、まあ、みんな強く思ってると思うんですけれども、まあ、それもこれもやっぱりこう、ねあのまあ、そうはいっても外出しちゃったわけですよね。で前回の のあの第2回目の緊急事態宣言においてはです、ね、やっぱなかなか人通りも減らなかったし感染症の拡大もえそう大きくは抑えることはできなかったわけですよ。でそうなってくるとやっぱりこうより強い作戦を取っていかなきゃいけないという政府の危機感があってみたりとかあと東京都だとその小池百合子さんがですね、もういろんなところでこう、ね、いろんなお話をされてますけれども、まあ、基本的にはその、まあ、ブレーキ全滅踏みなんですよね。 これはやばいでしょうということでその、まあ、小池百合子さんがとにかくその今の感染をその防ぐためにどうしたらいいのかっていうところをその常にアピールしていると常にアピールすることによってその自分たちの,その感染症のリスクを下げるためにはどうすればいいかっていう議論を先導していくんやみたいなそういう役割ですよね。だそれはやっぱりこう、まあ、その前にですね1都3県で話し合えた内容が実はその小池百合子さんが2枚じた3枚じたを使っていろんなその知事の方を騙して回すわみたいな話が、まあ、出たとしてもですね、まあ、それはそれでこう非常に良くないことだと思うんですけども 黒さんは怒ってましたけれどもでもそれはそれとして、えー、まあ小池百合子さんとしてはそのやるべきことはやるんだということをまあ強く内外に示したということにおいてはその東京としてはそういう方針なんだということでまあやってるわけですよねただやっぱりそのこれだけの人が住んでる1300万人住んでる東京においてですねそういうその経済をこう自分からシュリンクするようなね ややり方ででこうやっってて本当にいいのかって足なるわけですよでそれこそね、えー、おそらく感染の母体にならないだろう本屋さんとかですねもしくはその動物園とかですねでそういったところまでですねあのちょっと営業中止ねっていう話になっちゃうんですよでそれ別にそこ営業中止にしたからといって何かあるのかいって思うんですけどやっぱ人の流れをとにかく止めたいわけですよね人が動かないようにしてもらうことがその今回の,その政策の主眼なんでその行った先で映るか映らないかあんま関係ないわけですよね でそれはいろ、まあ、んなその政策でね環境対応する中で言うとそ,のそこで映るか映らないかそれこそ通勤電車のものなんですけども人が拡散して人が移動してそれによってその、まあ、接触の可能性が高くなるものに関してはとにかく抑えるって話になるとおそらくそのこれで止まらなかった時次何の点が打てるんだよっていう話なのですよね。 要は今今回第3回の,その緊急事態宣言でおそらくそのあんまり効果を上げなかったよという、まあ、結論になる可能性って結構あるわけですよ。でその時にそのあとあとにじゃあそのワクチンがその、ね、打てるようになるまでの間どうやって我々がそのじゃあ本当にその、ね、感染拡大がしている時にこう、まあ、危機感を持って対策をすればいいのかってなるとこれはもう強制力だって話になるんだと思うんですよね。 あのまあ、人が移動できないような法律を制定するもしくは条例を作るっていうことでその試験をどんどん制限していくという話になっていかざるを得ないので、まあ、この前ね、えーまあ、とある憲法学者の方がぶったたかれてましたけれども憲法上の問題もありつつ、えーまあ、実際にはその行動制限を国民に対して緊急時として行っていくためにはどういう法的な枠組みあるのかっていうことはこれから議論をようになるだろうと思うんですよ。で、まあ、まあ本当それもこれもワクチンが遅れたことだと思うんですけれども、まあ、あの今回ね えまあ河野太郎大臣もあの書かれてましたようゴールデンウィーク明けの翌週から 1,000、えー、万本体制、まあ、正確には870万本なのかもしれないですけど、まあ、そのぐらいのワクチンが来るようになりますと、で来るようになったので、まあ、これによってそのあのワクチンの接種スピードが上がっていけば、ですねあの日本人もそのかなりその一息つくのかなというふうに思わなくはない部分ですよね。で、まあ、大幅に前倒しできたとして、えーまあ、9月の終わりから10月にはその、ね、必要とされる医療機関だとか、高齢者だとか、あとその高齢者をその助ける施設のお勤めの方々がまあ優先的にトリアージとして接種がされてで、その後僕はやっぱり やっぱり青少年16歳以上25歳以下の人たちにいかに早くそのワクチンを行き渡らせるか。 え、特に女性に対しては、その打った方がいいんじゃないのかなというふうに思ってはいます。まあ、その辺りは、えー、まあ、ね、いろんな偉い人が、その、まあ、これがとりあえずどうしようという議論しているところでですね。まあ、その、なんか、それって、その、あんまり考えずに、なんか、ね、えー、まあ、こういうとりあえずでやりますよって言ったときに。当然、国民的なハレーションも起きるので、えー、より感染のリスクが高くて。えー、かつ、その感染した後の後遺症が、その社会的影響を及ぼしそうなものになってくるとですね。やっぱり、その、え、出産適齢期の時期にある女性は優先さ。れる されるべきだと僕は思ってるんですけどね。 なんかいろんなその、ね、意見がある中でいうとそのまあエッセンシャルワーカーみたいなその、要は医療をその中心にする人たちを、えー、まあちゃんと接種するんだとかです、ね、基礎疾患のある人からさらにこう40代を中心に、ね、早年期の人たちをその接種するんだとかいろんな議論があるみたいですけども、まあ、私はその若い人とその出産可能な女性を優先して、ね、そこが社会の宝であるということをまあよく分かった上でそで対策した方がいいんじゃないのかななんてことは思うんですけどねあんまり、ねえー、自分が意見するとこ、ねえー、お前何言ってるんだよとか。 いう話もね、出掛ける時静かにしてるんですけども、まあ、そのぐらいのことは痩せてくださいよという話をして、まあ今いろいろやってますけどね、えー、まあ楽しくやってってほしいなというふうに思いますね。やっぱこう、えー、まあすごい重要だなんだ緊急事態宣言だよっていうところでね、こうまあ皆さんこうお家におられるからこそのその,そのまあ人生みたいなものをね、楽しめるものは一個や二個あってもいいんじゃないのかななんてことは思うんですけどね。まあそうこを言ってるうちに私もいろいろジョギングしているうちにどんどん体重ばかりが増えてついに90キロ超えてまうというね、結構やばいことになってきたんですけどね。 皆さんもぜひあの健康にお気をつけていただければと思います。はい。であの最後になりますけれどもあのちょっと私のそのねオンラインサロン「出国と共済」が今会員募集中なので,ですねもしご関心があるよという方はそのその方にある URL かなんかポチっと押していただければ概要は出るのでお金を払ってもいいよという方はですねぜひお越しいただければと思います。はい。以上です。どうもありがとうございました。失礼いたします。